ただいまよりスーパーファイト K1 スーパーフェザー級ワンマッチを行います。青コーナー168センチ 59.9kg 対マキジム愛知マキチャーチャリー、旋風巻き起こすか暴れむえたいマキチャーチャイ。赤コーナー171センチ 60kg 日本パワーオブドリーム第3代 K1 ワールドグランプリフェザー級王者江川勇輝。さあ怪物を見せてくれ、決戦の夏江川勇輝。 K1 スーパーファイトスーパーフェザー級江川勇輝対マキチャーチャイ、マサトさんにも放送席加わっていただきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあマサトさん、また強い江川勇輝が戻ってくるかどうかですね、はい、そうですね。フェザー級の頃はもう本当にパワーでね、他の選手を圧倒していましたけど、はい、やはりスーパーフェザーに来て前回の試合はちょっとパワー負けしましたからね、はい、だから今回どれだけこの階級にマッチしてきた体を作ったかっていうのが、はい、こう見せてもらいたいですね。とにかくフィジカルを徹底的に強化してきました江川勇輝です。3連敗で止めることができるか、這い上がっていくか、連敗ストップ江川勇輝、怪物復活になるか。今宵はマキチャーチャイ、タイのトップファイター超タフネス暴れむえたいを迎えることになりました。さあアンナー60キロの世界、怪物かむえたいか。第1ラウンドのゴングです。江川勇輝の復活劇効果でなるか、土屋さん非常に楽しみですね。江川勇輝楽しみですね、あのフェザー級のトーナメントで横浜で優勝した時も僕見てたんで、はい、ああそうですか、はい、もう武井良樹の後はもう江川君がいるのかと思ってたんですけど、はい、パワーオブドリーム、はい、もうここのところねやっぱもう一回復活してもらいたいと思います。このボディがね、はい、おじさんと声を上げながら聞いてるんじゃないかな、聞いてる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 、決着は早いか、笑っている江川勇輝恋と、あの時の江川勇輝は戻ってきたか。2019年11月から勝ちがありません。フェザー級の時はこのパンチでね、もうみんなあっという間に倒しましたから ね、 そうですね。ここはスーパーフェザーです。いやマキチャーチャイが下がっています。ちょっとローブロー気味だけど構わないですね、ロープに背中をつけたまま両ボディ、ミドルマキチャーチャイ完全に倒しに行っています江川勇輝です。マキチャーチャイもタフですからね、ここからですよね、マサトさん、やっぱりねこれ倒れないなってやっぱ感じるんじゃないですか。スーパータフです。いや膝、レオナペタス戦の時もそうでしたもんね。そうですね、去年の12月でした大阪でレオナペタスとの激戦がありました。なんか今奥足のローも効いたような感じしますね、はい、はい、非常に冷静です江川勇輝。プロ21戦目を迎えた24歳、171センチ、ミドロー60キロの方が最高の自分を出せると江川勇輝は自分を評します。ボディーマサさんかなり狙ってますね。ボディー狙ってますね、まあ、顔面へのガードも硬いんで、まあ、下から崩していきたいんですけどね、はい、マキチャーチャイ、左ミドル返してくるのでこう、おナイス左アップ入った、あれを返してこられると江川も、はい、あれ、このボディー効いてないのかなっていうふうに思うんですよね。でも構わず攻めていった方がいいですね、ロープ際を追い詰めるシーンが何度もあります。マキチャーチャイはプロでの成績は197戦目32歳、ベテランの域に入ってきています。これで前に出てこられるとちょっと笑顔はやりにくくなってきますね。来ましたね、30秒切ってからマキチャーチャイ膝も入る。こういう選手はちょっと不気味なんですよね、やってて、打っても打ってもですもんね。そうなんです、だから何やっても自分の攻撃は効かないんじゃないかっていうふうに思うんですよね、うん、こう自分に疑いをかけてしまったんです。そうなんです、あちょっと俺の攻撃効いてないな、ダメかなっていうちょっと弱気になってきちゃうんですよね、はい、そこは構わずね自分のペースで攻めて いかないといけないですね。江川勇輝にとっておよそ3年ぶりの外国人ファイターとの対戦です。第1ラウンドが終わっています。マキチャーチャイ江川勇輝の一戦は第2ラウンドへと向かっていきます。
最初の3分間は熊田陽子さん、はい、どうご覧になりました。フェザー級の時の江川選手が戻ってきたかなと思ったんですけど、はい、全然マキチャーチャーさんが効かないので、ちょっとこの打たれた後の方がマキチャーチャーさんってスイッチ入るんですよね、はい、だからこの後がちょっと怖いですね。いや、マサトさんからもありましたけども、はい、土屋さん、まさにマキチャーチャー不気味ですね。まあそうですね、もともとそういうキャラクターでもありますし、ね、はい、あとやっぱ対人選手はね、聞いててもなんか聞いてねえみたいな顔しますしね、はい、ああ、スピード、そしてパンチの力、蹴りの威力、このあたりはマサトさん、江川勇気はいかがでした？あるんですけど、やっぱりね、こうやはりこの階級の差っていうので、やっぱりボディでも効いてないんですけど、やっぱこういう選手はピンポイントで狙った方がいいですね。こう顎だったり、溝打ちだったり、レバーだったり、そういうピンポイントのこう急所を狙っていかないと効かないかもしれないですね。ここは九州福岡決戦です。この夏を彩っていくのは江川勇気になるんでしょうか。さあ、第2ラウンドのスタート。第1ラウンドの序盤は積極的にボディを狙ってきました江川勇気。マキチャーチャイ、それを耐えて後半はペースをつかんでいきました。江川勇気を右のミドル、2人とも笑顔っていうのがちょっと怖いですよね。その江川も左ミドル返されたら、ミドルとかローとか、そうこうやって蹴りで返した方がいいですね、はい、そのパンチ一辺とならずに、足も使っていきたいという江川勇気。左ミドル来る、マキチャーチャイ、でもこのマキチャーチャイ乗ってきましたよ、これ。こう自分で蹴るときにマキチャーチャー声出すんですけど、はい、おーいって、なんかもう自分のペースなんですよね、これ。江川勇気としてはかなり厄介になってきます、この推進力。ボディから左、こうあの左フックからね、右のアッパーまでつなげてほしいですね。アッパーまで、右の顔のこのガードの隙間空いてるんで、はい、シャープな打撃、巧みなボクシングスキルがあります江川勇気です。2019年は一気に名を馳せました。5戦5勝 4KO、 あの時をもう一度江川勇気。ロープ際に追い詰められるシーンもあるんですが、これね、やっぱり、ね、マキチャーチャー休んでんですよ、これ。そういうことですか、ね、休んでんですよ、こうね、ベテランのこうね、うまく疲れたのを休んで、こう省エネの戦い方。さすがは197戦目です、ね、だね、ガードの上からじゃないですよね、この間、はい、ガードの間を入らないと。右のアッパー狙えるか江川勇気、左へ来る、江川は休ましちゃいけないですね、はい、とにかくどんどん攻めまくる、第1ラウンドのスタートをあの時の形に戻せるか、左ミドル来た、これがもううまさだ、ミドルから右ミドルを入れた江川勇気。さあ、第2ラウンドもあと1分です。この1分を切ってからマキチャーチャーは出てきます。左ミドル来た、大岩と同じく圧力がありタフな選手、この辺り苦しむところがある江川勇気です。これ1ラウンドの時はこのローブローで江川は平気な顔してたんですよ、はい、やっぱ今の方が軽く入ったんですけど、これやっぱりこうちょっと自分の中で精神的にちょっと嫌だなっていう感じがあるんですよね、はいはいはい、この辺り流れを感じているわけですね。とにかくタフです、マキチャーチャイです。いや、熊田陽子さん、はい、まあ、江川勇気らしさをもう一回見たいというファンはかなり多くいますよね。そうですよね、 9.11 の、 あの横浜釣りになんで江川ができないんだって思わせてくれるような試合を見せてもらいたいですね、はい、屈辱を力に変えていきたいという江川勇気です。また輝いてくれるか江川、両ボディ左フックもつなげた、ボディも、ね、インサイドのこう、ね、溝落ちをピンポイントで打ちたいですね。ピンポイントで的確に打たなければいけませんね、ピンポイントで打てば効くと思うんですけどね。196戦138勝、乗ってきた、乗ってきたな、声を出し始めた、あと15秒、そうそう、来いよとマキチャーチャイ笑っています。表示が鳴るって言いながら休んでるんですよね、休んでるんですよ、うまいですね、この辺り、構えがちょっと不気味ですね。第2ラウンド終了しました。さすがだ、セコンドがフィーブって言うんですけど、まあ、フィーブってまあこう距離でうまくこう、はい、こうかわしていくような、そんな動きなんですよね。巧みですね、テクニシャンのムエタイの選手がやるっていうね。いや、土屋さん、濃いと言いながらうまく休んでいる。いや、だってもう試合の全体のこのコントロールがすごいですよね、
やっぱもう自分がこう上にいるっていう感じにやっぱ周りにも見せるし、ね、本当に上手だと思いますよ、ベテランの技だな、何かタイムマネジメントをしているような感覚がありますね、うん、だからそこをやっぱ江川は潰しに行かなきゃいけないわけですよね、はい、そうですね、もう自分の持ってるパワーをもっと出して、うん、もっと圧かけていかないと、はい、2019年 K-1 アオーズ MVP は江川優輝でした。あれから3年の時が経ちます。2019年再来になるか。ここは激戦区スーパーフェザーです。新たな敵と向き合っている江川優輝、最後の3分間を迎えます。マキッチャーチャイか江川優輝か、最後のラウンド、ここは先にマキッチャーチャイ出る、でミドル、蹴りに合わせてボディを狙っていくのは江川優輝。第1ラウンドのスタイル変わりません。まだ正人さん、両者大きなダメージはもらっていませんね、はい、大きなダメージはもらってないですけど、はい、こう流れの中ではマキチャーチャイの方がだいぶ気持ち的には有利に立っていると思うんですよね。ヘルミドル、はい、今レバーブローなんですけど、内側打たないとダメですね、中を、はい、もっと中ですか、溝打ちです、溝打ちを打てれば止まると思うんですよね、効くと思うんですけどね、やっぱインサイドのボディって難しいんですよね、いつもアウトサイドなんですよ、レバーブローなんですけど、中ですね、はい、外側から入ってきている江川優輝の左ボディです。1分経過、倒し切るか江川優輝、もうマキチャーチャイからすると、もうだいぶ、楽に戦っている感じですよ、ね、楽にですか、もう余裕を持ってます、かなり、かなり余裕を持ってますね、選手はかなり苦しい険しい表情になりました、前蹴りですね、ちょっと微妙だな、この間休めちゃうんで、マキチャーチャイ選手あんまり休ませない方がいい、ね、うん、やっぱりこう嫌な流れなんで、江川選手はちょっとね、そこまでのひどいローブローではないんですけど、ちょっと休みたいな、休みたいというか流れを変えたいですね、うん、はい、さあ切るか、この流れを江川優輝、パワードリームの中心へ、あの武井良樹の後継者江川優輝です。変速の動き、位置を変える、あと1分半、ここでアッパー狙った、このアッパーが入ればという江川優輝です。ちょっと浅いんですよね、やっぱガードの上なんですよね、距離を取る、さあマキシャチャイ、まだ体力十分という表情のマキシャチャイです。ここからが強いマキシャチャイ、これムエタイであれば、はい、マキチャーチャイの完封なんですけど、まあね、やっぱ K-1 ですからね、まあ、そこはどうなるかちょっと、はい、どういうジャッジをするかわからないですけど、パンチのこう、ね、イメージを取る場合もありますからね、マキチャーチャイは勝ってると思ってますよ、はい、いや土屋さん、第1ラウンドのスタートとは全く印象流れ違いますかね。そうですね、やっぱあの感じがやっぱなかなか江川君は取り戻せないですよね、はい、あの勢いがね、そこも込みでマキチャーチャイのうまさなんでしょうね、はい、あとは打っても打ってもなんか効かないんで、自分でもどうしようかなってなっちゃうんですよね。まさに表現するのは小林さん、はい、この第3ラウンド不気味ですね、マキチャーチャイ。そうですね、全然捉えにくい選手ですよね、さあ20秒切りました、最後の力を出し切るか江川優輝。笑顔を打っていかないっていうのは、はい、どうこうポイント取ってるって思ってるんですかね。どうなんだろう、ここで来た、ヨットパンチをつなげました、10秒切ります、連打に行く、ロー回です、マキチャーチャイ。ここで第3ラウンド終了のゴングが鳴り響きました、福岡国際センターです。さあ軍配はどちらに上がるでしょうか。江川はやられたな、うまいなっていう顔してますよね、はい、マキチャーチャイは勝利を確信したでしょうか。さあ判定はどうか。お待たせいたしました、判定結果をお知らせいたします。
ジャッジ伊藤30対27、どっちか。赤笑顔、赤笑顔、笑顔にありました。ジャッジ豊永30対28、30対28、赤笑顔、これも笑顔にありました。ジャッジ梅木29対28、赤笑顔。以上判定3対0を通して勝者赤コーナー笑顔がつきました。判定ではありました。この福岡で連敗が止まった江川勇気です。さあ今一度強いあの足立区の怪物が蘇ることになるんでしょうか。結果は正人さん判定3対0、はい、そうですね。やっぱこう前に出てこうパンチで攻めていったっていうポイントを取ったという、まあ、K1 はねやっぱり激しくね前に攻めてこうパンチのポイントを取りますからね。土屋さんは改めてこの江川勇気への期待ですが、どんなところですか。やっぱでも江川君はやっぱそのねパンチで相手を KO で倒すっていうのがやっぱ僕は見たいんで、はい、やっぱまあ判定じゃなく敵が強いでしょうけれども、はい、KO で勝っていってほしいなと思いますね。そうですよね。まあ、判定ではありましたが熊田さん、連敗が3年止まって3年ぶりの、ね、およそ勝利になりましたね。はい、はい、そうですね。来月このスーパーフェザー級トーナメントもありますので、はい、この会期も盛り上がっていってほしいです。その勝った相手と対戦したいと江川勇気はすでに話しています。まあ、正人さん、このスーパーフェザー級戦線が、ね、どんな展開を迎えるかはこれからの K1 の歴史になっていきますよね。そうですね。やっぱこの階級はねやはりねタケルがね高い級ですからね。はい、江川勇気が実に3年ぶりに外国人ファイターを迎えるのスーパー決戦でした。判定でマキチャーチャイを破りました。今一度旋風を巻き起こすか江川勇気、怪物真の復活へ2022年8月勝利を飾っています。スタッフの指示に従っていただいて